おばあちゃんのハッピーライフ。まず卵、卵を割ります。卵をかき混ぜます。牛乳を入れます。パンを、耳を落とします。パンにつけます。これはちょっとつけておきます。で、もう一つこちらも耳を切ります。こちらはトーストします。レタスを用意します。レタスを洗いました。レタスを水気を取ります。で、トマトを切ります。
です。トーストができた。はい。で、次、トーストを取り出します。取り出します。で、チーズ、チーズをのせます。で、ハムをのせます。で、レタス、レタスとトマトをのせます。卵を乗せます。で、上から圧縮。圧縮。難しい。一品完成です。はい、一品完成。ここか。味付け忘れたんで一応塩コショウ。ミックスハーブ。
リーブオイル、ちょこっと、チョコ、チョコで、よし、味付け終わり。はい、味付け終わりです。もう一本、もう一個、もう一個いきます。フレンチトースト、フライパンに火を入れて、バター、バターをのせます。バター、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 はい、バターをしてました。よし、それで、フレンチトーストを、はい、染みてる、すっごい染みてます、卵が。おお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 お、はい、もう一個、もう一個、はい、おう、 うまいかもしれません。はい。はい。おう、なかなかうまいかもしれないですね。この色合いはいいんじゃないですか。おう、いいですね。どうなんだろう。はあ、はあははあ。はいはいはい、はい、どうなんでしょう、美味しいかな。うん、おお、美味しそうだ、結構美味しそうですね。じゃあ、はい、火を止めます。このくらいでいいんじゃないでしょうか。で、いいです。でも、で、トーストはどうしようかな。バナナちょっとつけますかね。バナナ。
じでバナナをつけて、あとはばあちゃんの大好きなメープルシロップ、たっぷりとメープルシロップかけちゃいましょう。これこの前のホテルでもらってきちゃったやつで、ちょっと甘みがもしかしたら足んないですね、メープルシロップだけだと。うん、そうだ、大サービス永田牧場のバニラアイスクリームをつけます。永田牧場バニラアイスクリーム、一番うまいやつです。全部つけるといいよね。半分に切ろう。ちょっと半分に切ります。うん、すごい。これはすごい。あとなんかつけたい。もうちょっと。なんかいろいろつけたくなったので、これもドライフルーツに、食べにくいかな、ドライフルーツ、ドライフルーツちょっとだけ、ちょっとだけで、ついでにセブンの雪栗、セブンの栗もつけて、フレンチトースト、おばあさんにフレンチトースト完成です。もう一つ、パンの方はこれ半分で、はい、これはトースト、トーストです。トースト、あとはですね、あとはおばちゃんにカフェラテもつけます。カフェラテってまだ言えないんですが、おばちゃんはカフェラテって言えないんですが、一応カフェラテも作っています。無印良品であれと入れて、もう入れておいたコーヒー、無印のノンカフェインコーヒー、はい、それと牛乳、丸岡さんの牛乳で、これを温めまして、はい、
はい、コーヒー出来上がりました。カフェラテ出来上がりました。カフェラテです。はい、おばあちゃんのお昼ご飯完成です。フレンチトースト、はい、バニラアイスクリームドエと、サンドイッチ、ホットサンドイッチ、こんなところでおばあちゃんに持っていきたいと思います。行ってきます。おばあちゃんが洗濯物を入れてる間にアイスクリームが溶けてしまいました。残念ですが、はい、どうぞ。すごい、おお、すごいすごい、うん、アイスが溶けちゃったよ、うん、はい、どうぞ。どうかな、フレンチトーストリベンジしました。フレンチトーストです。リベンジ、はい。わ、大丈夫か。カフェラテと、はい、フレンチトーストとトーストサンドイッチです。はい、これで栄養もそれなり。はい、はい、今日はフレンチトーストです、うん、ちょっと食べてみ、どうかな。いい、うん、あのホテルの、いただきます。ホテルのと比べて、わ、すごいね、はい、うんうん、この間のうん、おいしい。おいしい、うん、おいしい、うん、おいしい。すごいね、若い人はこういうのができるから、お母さんできないよ。これどう、これどう、美味しい、これどう、カフェラテ、うん、カフェラテ言えたね、カフェラテだ、覚えたろ、覚えたね、うん、うん、こういうの売ってんだ。それはセブンイレブン、うん、セブンイレブン、栗はね、うん、シャインマスカット。ちゃんと味がついてる？うん。ついてる？何？どれに？味。これ？うん。フレンチトースト。うん。味ついてるよ。ついてる？うん、メイプルシロップだけやけど、でも大丈夫か、うん、はい、味ついてる、うん、まあ、アイスクリームのね、甘みがつくからね、うん、これ近代的のはできないな食べるだけ
これは美味しかったけど。うん。うん。これも美味しいよ。そう。うん。フレンチトースト完食だね。ん？完食だね。完食。フレンチトースト。完食だよ。何だった完食だ。いちごは丈夫なんだね。そうだね。すごいすごい、うん、全部完食、うん、はい、じゃあもう一つサンドイッチだ、今度は今度こっちだ、うん、今度こっちみんなに食べさせてやりたい、うん、おいしい、おいしい、本当に豆だね。親にいたんかな。そうだろうね。じゃあお父さんいたんかね。あ、次男はね、うんうん、何もしてないからね、うん、まあそれぞれ性格が違うね。血液型も同じだからね。あ、そうだね、うん、ね、おじいちゃんと次男は同じだから。うん、おいしい、おいしい、うん、よかったよかった。これはパンはね、うん、一枚の厚さじゃないじゃない。それ薄いやつを2枚、薄いやつがある、薄いやつがあるよ、薄いやつを2枚重ねた、うん、食べやすいように。焼きたてのパンだからパンも美味しいと思う。焼きたてのパンだからパンも美味しいと思うよ。何？焼きたてパンだからパンも美味しいだろう。うこのカフェテラのことさ、カフェテラじゃなくてカフェラテ、ん、カフェラテ、カフェラテのことね、うんうん、コーヒー牛乳だと思えばいいって言われてコメントであったよ。コーヒー牛乳だよね。コーヒー牛乳だ、確かにカフェラテだいね、うん、私がマレースとなんだっけ、なんか間違って言うじゃない、うん、あれと同じなんだよ、お母さん、うん、カフェラテね。うん、うん、これつけて食べるかな。そうだね、つけて食べれば、うん、美味しい、美味しかった、うん、だな、
美味しい。うん。美味しかった。はい、ごちそうさまはい、どういたしまして。またお願い。はい、わかりました。うん。